しいのも一緒だね。あんまね、3発しかなかったから、11、52、53でね。じゃあ行ってみようか。あ、いいね、回る。交換しないでもいいんだもん。何をしてるんですか、今。作業者のコード引き引き、どうせならもっと長いコードがいいね。引きちぎっちゃったんだね。引きちぎっちゃった。綺麗してる。仮復旧ってことですね。後でね、メーカーさんにちゃんと直してもらってね。電気屋は自分で直しがち。今日は、ね、朝からこれ生鮮です。生鮮ですよ。今ね、針下にぶつかってんだよ。ちょい下げ、針下。おお、それっぽいんじゃないかい。それっぽいっしょ。これは大変だ、これ大変だ、これ。わお、重っ。これ大変だ。これ大変だ。浸透でやったわ、これ。365、これ。いやー、14。これはね、えぐいっすよ。これで365。一発押しなんだよ。でも一発押しながら。はい、HD4 を使っていきます。 HD4 の FE ラック。盛り合わせ定食、天丼定食、天丼定食、天丼、天丼一起。からはここの配線ですよね。うわー、もう溶けるから。ぐちゃぐちゃやね。ぐちゃ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 。え、いやー、すごいね、やはりこれは生物天国じゃないか。いや、踏んでる。大丈夫。どこか。だいぶ減ってきましたね。これも右。これを入れるのが大変なんだろうね。クソ重いヘッドをさ。一発押しなんじゃん、これ。一発押しなのがせめてもの作りだな。これで何回もやるんだったらちょっときついなと思ったんだけど。肩掛けのチャックね、あれかなと思ったんで、あれかなのつもりで開けるけど、まあたまには
いいかと思ったらこんなもん使いがちだね。いやー、とりあえずなんとかなりました。いやー、なんとかなったよ。よいしょ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 。高評価ボタンとチャンネル登録お願いします。ありがとうございます。はい、ってことでね、いやー、昨日の動画なんじゃこりゃシリーズってことでね、いや、正解コメントってやつですね。今回これ正解のコメントいっちゃいましょうか。勝利さんいっちゃいましょう。1番がね、スライドハンマー、2番がベアリングプーラー、3番エアホースついて、4番エアコン用フル機関つば出し工具、5番溶接用バイスプライヤー、6番水道用フル機関つば出し工具、7番ストラッピングテーショナープライヤー、8番わからない、9番 CD カッター、10番フル機給水管つば出し工具、11番12番がわからなくて、13番グラウンドセンサー、14番ワイヤーストリッパー、15番ホースプライヤー。こんな感じでしょうか。難しかったです。ってことで、すごいですね、正解率半端ないですね。私なんか全然わかんなかったです。ってことで、1コメ賞いってみましょうか。1コメ賞はぐるぐるさん、おめでとう。久々の受賞じゃないですか。ってことで、今日私ね、病院だったんですよ。今日は病院で赤血球の値が良かったっすね。赤血球、赤血球とね、あと尿酸値と、あとガンマ GPT 良かったです。ヘム鉄なんすかね、ヘム鉄のおかげなんすかね。ってことで、また明日見て、違う、また明日会いましょう。バイバイ。